クララ・ヒトラーはアドルフ・ヒトラーの母親。アロイス・ヒトラーの3番目の妻。クララ・ペルツルは1860年にオーストリアのバイトラで父ヨハン・ペルツルと母ヨハンナの間に生まれた。ヨハンナはヨハン・ネポムク・ヒードラーの娘であり、アロイス・ヒトラーにとっては戸籍上の命にあたる。1876年、クララは アロイス宅の住み込み家政府として働き始めた。1880年にアロイスがフランツェスカ・マツェルスベルガーと事実上の結婚生活を始めると一時解雇されたが、1883年にフランツェスカが肺病にかかると呼び戻された。この頃からクララはアロイスと関係を持つようになった。1884年にフランツェスカが死亡すると、 アロイスとすでに妊娠していたクララは正式に結婚した。しかしこの後クララが産んだ3人の子供はいずれも創生した。1889年にアドルフが生まれたが、クララは病弱な子であると考えており、いつこの子が死ぬかという不安の中を抱えていたという。この後クララは2人の子を産むが、成人したのはアドルフとパウラの2人だけだった。クララは 繊細の子であるアロイス、アンゲラにも深い愛情を注いだが、アロイスはママ母に無視されていると感じるようになり、さらに父親の暴力に耐えかねた末、14歳で家出している。夫アロイスが1903年に死亡すると、彼女は子供たちの面倒を見ながら過ごしたが、1907年に乳がんで亡くなった。青年だったヒトラーはこれを大変悲しみ、 クララを手当てした医師は、ユダヤ人のエドゥアルド・ブロッホであったが、ヒトラーは恩義を感じており、オーストリア併合後もリンツに居住していたブロッホを、ユダヤ人ながら特別に保護し、アメリカへの亡命をも許可した。また、癌の治療で苦しんだ、クララの姿を見ていたため、自らも、癌で死ぬという脅迫観念を持つようになったという。ありがとうございます。